球場。この日イチローは1番センターでスタメン出場している。1回表イチローはいきなり初ヒットを放つが、第1打席第3打席と凡退。第4打席に見せ場がやってきた。野茂の初球、それは去年三振を取った球と同じストレートであった。野茂から打ったこのホームランが記念すべきプロ入り初ホームランであった。この時イチローの振り子打法はまだ完成されていない。当時イチローは、野茂さんから打てたのは本当に嬉しいですねと語っている。打たれてホームランポッと打たれて、あ、高めのまっすぐね、結構力あるボールやったんですけど、打たれて、あ、いい選手だなと思ったんですけど、それからまたしばらく出てこなかったんで、まあ忘れてましたけどね。この年イチローは打撃フォームをめぐって土井監督と対立。一軍と二軍を行ったり来たりの生活が続く。結局この年野茂と対戦したのはわずか1試合だけだった。そして去年、イチローは大井新監督の下で生まれ変わる。130試合フル出場し200本安打を達成。しかしこの年、野茂は鈴木監督との確執や右肩痛などで17試合にしか登板していない。94年イチローと野茂の対戦はわずか3試合だけだった。5月3日、3度目の対戦はグリーンスタジアム神戸。最初の2打席はあえなく凡退。そして迎えた第3打席、野茂の頭には1年前ストレートを打たれた意識があったのか、この時投げた勝負球は自慢のフォークボールであった。しかしイチローはその球をライト前へと運ぶ。第4打席はセカンドゴロに倒れたが、この試合でイチローは初めて野茂のフォークを打ち砕いた。その左バッターよりは普通に左バッターフォークボールよく引っかかってくれるんですけどね、空振りしてくれるんですけども、あのいいところのボール気味のフォークボールでもバットに当てるんで、基本的には速いボールで行こうっていうことになってたと思うんですけどね。そして5月24日4度目の対戦、第1打席フォアボールの後の第2打席、ツーストライクと追い込んで野茂が投げた球はまたしてもフォークであった。イチロー見逃しの三振。野茂は前回ヒットを打たれたフォークで三振を奪う。そして第3打席、カウント2ストライク1ボールから野茂は勝負球にもう一度フォークを投げた。しかしイチロー今度は8トライへ運び2塁打。この2人やられたらやり返す、さすがスーパースター。最後の対戦は7月15日、第1打席セカンドゴロ、第2打席ショートゴロ。野茂はイチローを完全に抑え込むが、その後他のバッターに打ち込まれ降板。これ以後2人の対決はない。3年間で野茂はイチローに投げた球数は45球、14打席13打数4安打1本塁打2打点2三振1四球。イチローと野茂2人の対決の続きは一体いつ見られるのか。野茂の背番号がまるでイチローと呼んでいるような。Ha, ha, ha.